こんにちは、野口わたるです。今回は企業副業のおすすめ本ベスト5を紹介していきたいと思います。企業副業といってもですね、どんなジャンルでやっていくかによって、本当におすすめの本、最適な本っていうのは変わっていくんですけれども、今回に関しては、どんなジャンルであったとしても、まあ、皆様に役立てていただけるであろう5つを選んでみましたので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ではまず1冊目の本が、本田さんのパーソナルマーケティングという本ですね。で、まずこの本、どんな本なのかというとですね、無名な個人がどうやって自分ブランドを構築してビジネスにおいて成果に結びつけることができたのかっていうものを解説している本となります。で、この本の中で言われている大事な考え方がですね、まあ、自分自身を一つの商品として考えるということですね。まあ、これが本当に個人の起業とか副業においてはものすごく重要な考え方になります。で、この本を読んで実際どうなったのかということなんですけれども、例えば私も無名のブロガーから始めていったんですが、そこからこうとあるジャンルの1位を取れるようなブロガーになることができたりとか、例えばユーデミーでベストセラーの講師になることができたりとか、もしくはですね、無名の個人から副業を始めてその会社を作ることができたりとかっていう風な結果につながったのも、この本から勉強させてもらったおかげだと思っています。で、どんな人におすすめなのかというとですね、特に今回個人で副業や起業を始めていきたいと思っている方には特におすすめしたい本になりますし、あとはですね、この SNS とかブログを使ってこうインフルエンサーになっていきたいと、影響力を持っていきたいと考えている方にもおすすめできる本となっております。はい。じゃあ次はですね、2冊目がですね、企業の科学、スタートアップサイエンスという本ですね。で、この本結構難しくてですね、本当にこうボリュームがある本なんですけれども、どういう本かというと、企業や副業の中でも特にこのスタートアップに注目している本になります。成功するスタートアップの具体例だったりとか、どういうふうな考え方、ロジックでやっているのかっていうものをしっかりと解説をされている本です。で、これから起業して、まあ、特にスタートアップやっていきたいと思っている方にとってはですね、まあ、すぐにこう使えるような、まあ、便利なフレームワークっていうのも紹介されていますので、すごくこう実践的に活用できる本じゃないかなと思います。で、この本を読んでどうなったかというと、まあ、ウェブビジネスではですね、これあまり当てはまらないんですけれども、実業の方でその会社の経営とかですね、新しい事業を立ち上げるときには、なるべくやっぱ失敗はしたくありませんので、この本に書かれているスキームとかを使っていくことによって、まあ、よりこう成功しやすい事業を作ることができると考えています。はい。じゃあ、この本はですね、どんな人におすすめなのかということなんですけれども、こう自分のこの副業ですね、例えばブログとか、少しこう稼ぎたいとかいうお話ではなくて、例えばこう、世界にこう大きなインパクトを与えていきたいとかですね、そんなビジネスをしたいとか、ビジネスを通じて世の中を変えていきたいとかですね、で、会社を作って、こう、どんどん大きくしていって、まあ、いずれはこう、上場させたいとか、まあ、そういったこう、大きなですね、こう、スケール感のあるビジネスを今後やっていきたいと考えている方には、すごくおすすめできる本だと思います。これ読むのがですね、結構難しいので、じっくり時間がある時に読まれた方がいいと思います。はい、じゃあ次ですね、3冊目なんですけれども、イシューから始めようという本ですね。これ知的生産のシンプルな本質というサブタイトルの本なんですが、どういう本かというと、ロジカルシンキングだったりとか、問題解決について書かれた本になります。で、実際にこの起業とかですね、副業っていうのは、どんなジャンルでどんな起業をしたとしても、本当にこう毎日問題解決の連続なんですね。で、しかもこれは、その学校で出てくるような、その教科書に書いてあるような、まあ、明確な答えがある問題ではなくて、もう明確な答えがない問題を毎回毎回解いていかないといけないんですね。これ自分なりの回答を出していかないといけないんですけれども、まあ、そこで重要になってくるのが、その問いの質と解の質。この2つがすごく重要なんですね。例えば、まあ、どれだけこういい解決策を考えたとしても、まあ、そもそもの問いの質が悪かったらですね、それは本質的な回答にはなりませんし、本質的な問いを立てることができたとしても、解決策が間違っていれば、望むような結果ってなかなか出ないと思うんですね。なので、その問題をまず設定するその問いの力っていうものと、その解の力っていうのは、まあ、両方ともやっぱり鍛えていかないといけないので、まあ、それどうやってこう鍛えていくのかっていうことが、この本には書かれています。で、実際にこの本質を見つける能力っていうのがあると、どんな副業、起業をやる場合でもですね、その問題の本質を見つけやすくなってですね、そこにこう対する時間とか労力っていうのも最小限で済みますし、買いの質が上がれば上がるほど提供できる価値も増えますので、結果として得られる対価、お金もどんどん増えていくっていう流れになっていくんですね。本当にこれは重要なところでですね、まあ、すぐにはできないんですけれども、まあ、ここの問いの質、買いの質っていうのは常に追求していかないといけないので、この本を片手にですね、実践をしながらどんどん身につけていただければなと思います。
はい。じゃあこの本を読んでどうなったのかということなんですけれども、私の会社の直近のですね、とある事業の月間の売上はですね、だいたい400万円くらいだったんですけれども、これもですね、例えばサラリーマンの給料が40万円だったとして、じゃあ今400万円だと、10倍だと思うんですけれども、この10倍の結果ってですね、単純に10倍の労働をしているわけでは全然違うんですね。なので、ここでこの問題の本質を見抜く力とかですね、問いの質、解の質っていうのは非常に重要になるんですけれども、この本を読んで、この本に書かれていることを実践していくことによって、より少ない時間でより多くの結果を出すことができるようになったと思いますし、無駄な時間とか無駄な作業っていうのがどんどん減っていって、会社の業績も良くなることにつながっていったと思います。はい。じゃあこの本がおすすめの人なんですが、より少ない労力時間で最大の結果を出したいと考えている方にはおすすめです。はい。じゃあ次ですね、4つ目なんですけれども、小さな会社の稼ぐ技術という本ですね。これ有名なランチェスター戦略を解説している本になります。ランチェスター戦略っていうのはですね、ビジネスで弱者が強者に勝つための方法ですね。これがすごく重要です。例えばあなたがブログをやる場合でも、 SNS をやる場合でも、YouTube をやる場合でも、何かこうオンラインスクールをやる場合であったとしても、どんな業界、どんなジャンルでもですね、基本的には企業が参入しているんですね。で、当然企業っていうのはより多くの資金を持っていますし、より多くの人を持っているので、やっぱそこにその個人が真っ向から勝負をしていくとなかなか勝てないんですね。だからといって、じゃあ個人が企業副業で企業に勝てないかというと、全くそんなことはないんですけれども、じゃあどうやって勝てばいいのかっていうことがこの本には書かれています。はい。で、読んでどうなったのかというと、例えば私のブログの実例なんですが、もともと私がサラリーマンでブログをですね、始めた結構メジャーなジャンルにブログを作って参入をしていったんですが、当然個人でやっていましたし、資金もなければ人的資源も全然持ってない状態で、その中でやっぱり大きな企業とも戦っていかないといけなかったわけですね。で、そのジャンルで、一応個人のブログではですね、で月間の収益ベースで300万とか350万くらいを達成することができたんですけれども、当時そのジャンルではですね、一応一番の実績を出すことができていたんですね。一方で参入している他の会社さんとかですね、企業の方もなかなか結果が出ていなくてですね、例えばちょっと大きめの会社が月間の報酬50万円であるのに対して、私の個人ブログが月間300万とか350万とか稼げていたということもあるんですけれども、これ単純に個人が会社に勝てないということではなくてですね、しっかりと考えて戦略を練って勝負をしていくことによって、個人でも大きな企業に勝っていくことっていうのは十分に可能になります。で、今からあなたが副業企業始めるときに、どんなジャンルだったとしても、もう必ずと言っていいほど企業と勝負をする場面が出てきますので、その時にどういう戦略を取ったらいいのかっていう一個の参考に、この本はですね、勉強していただければと思います。はい。どんな人におすすめなのかというと、個人で起業して勝負していきたいと考えている人にはおすすめできます。はい。じゃあ次はですね、5冊目なんですが、島田紳助さんの自己プロデュース力という本ですね。笑いの世界ですごく有名で、今引退されていらっしゃいますけれども、その紳助さんが出している本なんですね。あるお笑いのセミナーを言語化したものだと思うんですけれども、これどういう本かというと、島田紳助さんがお笑いの世界で勝ち抜いていくための方程式を書いた本なんですね。これなんでお笑いの方程式なのかというと、こういったお笑いの方程式っていうのはお笑いだけに通用するものではなくて、今のその個人の副業とか企業においても、その方程式っていうのは全く同じと言ってもいいほど当てはまることが多いんですね。なので、この方程式を学んでビジネスやることによって、お笑いだけじゃなくてですね、自分の企業とか副業にも大いに役立ちますので、本当にこれ参考になる一冊だと思います。特にですね、市場を分析をした上で、じゃあ自分がどんなポジションを取っていくのかっていうことの戦略が本当に優れているので、すごく参考になるんじゃないかなと思います。で、やっぱりですね、このお笑いで、一個の業界で頂点まで上り詰めた方の考え方っていうのは本当にこう学びが多くてですね、どんな業界の人も読んでみる価値はあるんじゃないかなと思います。で、この本を読んでどうなったのかというと、もともと私も個人で起業をして会社を作っていったので、その時に個人がその市場に参入する時にどんなポジショニング戦略を取ればいいのかっていうものを考えることに、すごく役立ったと考えています。本当にこの本のおかげでですね、あまりこう真っ向からライバルたちと勝負をすることなく、ポジションを取って結果を出すことができたと思っていますので、これはですね、いろんな人に参考になるんじゃないかなと思います。で、この本に関しても個人で副業起業したい人にはおすすめできる本だと思います。
はい、ではですね、以上5冊紹介したんですが、ちょっと最後にですね、1個だけ宣伝をさせてください。で、今回はですね、5冊の本で起業副業していくために役立つ本を紹介していったんですけれども、まあ、実は私がですね、ユーデミーで講師をしておりましてですね、そのユーデミーでこういった個人企業とかですね、副業の方向けのコースを1個出しております。で、そのコースっていうのが、まあ、好きなことで毎月7桁以上稼ぐ個人ビジネススキームマスターコースというものを作っているんですが、まあ、どういうコースかというと、あなたが今から好きなことだったりとか自分の情熱を見つけて、それをどうやって仕事にしていって、そしてどういうふうに稼いでいけばいいのかっていうところを、実際に私個人の体験談をベースに作っているコースになります。ただ稼げればいいとかそういうことではなくて、本当にこう自分が情熱があることだったりとか、好きなことを使って仕事をしていきたい、それで起業副業して成功したいと考えている方にとっては、まあ、すごく役立つ内容になってるんじゃないかなと思いますので、概要欄の方に最安値のクーポン券貼っておりますので、もし興味がある方は受けていただけると嬉しいです。では今回の動画は以上となります。で、今回のこのチャンネルではですね、個人のビジネスノウハウを最新情報も含めて発信をしております。で、ビジネスはですね、本当に新しい情報、鮮度の高い情報というのがすごく重要になりますので、もしチャンネル登録していただければ最新情報も見逃さずにお受けできるかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では今回はありがとうございました。